はい、それではソーマ実況続きプレイしていきたいと思います。前回はシータから抜け出してまたね海底を歩いて歩いてなんかいろんなことをしながらオミクロンっていうところに入ったところまでやってたと思います。で、なんでオミクロンに来たかっていうと、その海底までね歩いていくためにその水圧に耐えうるその特別なスーツが必要だってことで、まあ、それがオミクロンにあるっていう話でねここまで来てるんですけれども、まあなんか目の前にね死体が転がってるんで、その辺でまあ時間が良くなったっていうことで前回は終わってたんですけど、あ、その右手にあるやつじゃない？もう取って帰れる？誰に首チョンパされたのかな？首がないように見えるんですけど、音楽、これは深刻なシーンだぞという音楽。そうだ、電気つくんだ。何？ルームシューズ、いや、ルームシューズとは限らないか。これじゃダメか。あの、首ありますかね？ない、ないですよね。誰に首ちょんぱされたかは知りたくもないという。ヘルメットか。うわ、これ首だった。あれ？な、透けていった。え、なにこれ。あ、びっくりした。なんかカマキリの足っぽいなんかかなと思った。でもなんかそういう風にも見えるぞ、なんか。いやいやいや、ここでどんだけ尺使うんだって話ですけど。あ、これ読み取れる？あ、ダメだ。何なんだろうな、ブラックボックスってのは、その、首の方とかに埋め込んでんのかな、もしかして。ダメだ。首がないと読み取れないんだ。なるほど。エマージェンシーライフサポート。まあ、救急セットみたいなのがあるわけですね。でも、首が取れたら救急セットも何もないですからね。当たり前なんですけど。とりあえず探索しますけど、ビリビリになったらまたちょっと壁を向くっていう話になるかな。もう誰かいるじゃん。サイモンの息が荒い。また誰かいんの？あ、でもね、そのコメントとかによると、そのまあ後半には入ってるっていう話で、まあこれまだ前半ですよって言われたらもう投げてる可能性はありますけど、後半だっていうことでね、ちょっと気持ちが少しだけ楽では。ちょっと待って、何、やばいやばいやばい、何、どうしたの？やつを止めるのだ。誰？足音してない？なんか誰を止めてほしいって。ダイブルームのコンソールで向こうか。あれ、近くいる、もしかして。なんだこれ。しかもこの施設はなんか手術室みたいなのがあるけど、あ、メディカルベイ、なるほど。なんか医療的な行為をする場所なのかな、これは。あ、ダイブルームこっちだって。はい、まあ、誘われるように入っていってるけど、なんだって。マグネットドア、手術室みたいなとこある。いや、なんかこう医療スペースみたいなね、 ER みたいな。あ、これ覗いたら、新品のベッドが。新品ではないか。なんかバラバラの死体とか転がっててもおかしくなかったなと思って。靴、本じゃないか、なんかわかんないもの。シャツ、綺麗に折りたたまれてる。
これは服屋さんの仕事。何言ってるか分かんねえな。でもちょっとこう医療現場独特の香りとかしてきそうな感じしますけどね。なんか分かりますよね、なんか病院の匂いというか。でもそういう匂いとかの話になったら、ここなんかすっごい鉄臭そうな感じが。え、これどこに行ってんのかな。パワースーツを探しに来ただけなんだけど、こんな逃げ場のない直線の道なんて歩きたくない。何あれ、閉まっちゃった。なんかショコショコ聞こえる。ショコショコ、あ、キャサリン、こんにちは。どう、調子は。Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. なるほど、なんかちょっと Okay, we need to find you a power. 大した施設じゃないのかな。 You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? バンクーバーから転送された。あ、トロントね。How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just...Play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits. あ、近くにパワースーツあるみたいですけど。なんだって？なんかすごい字幕はさっと言っちゃったけど。てか、キャサリン自体もさって言ってるけど。なんだその。サイモンの精神を違う体にうんぬんかんぬんって言ってたぞ。あ、なんだ？これまた。パワースーツをテスト。使用準備完了。ジャスパー確認済み。オミクロンのスキャンをアークに貯蔵。キャサリン確認済み。回収までオミクロンで2日待機。イームスかな？確認済み。なんだ？せかすな、結構。水投げつけてやる。ここ余ってますけど、みたいな。これパワースーツって。おお、いやいやいや、ちょブチブチってなっちゃってたけど。え、何コンソール、これを操作する何か装置があるのか。どっかにカチャカチャ言ってる。これほんと誘われるがままに動かしてるな、このゲーム。ハイマツパワースーツじゃん。内部では安定して40度を保ちながら気温50度からマイナス75度にかけて対応可能な高圧パワースーツ。なるほど。あ、なるほど。標準気圧の1を最大で深度5000メートルまで維持します。素晴らしい。呼吸過多、さらに脱水症状に陥るリスクを最小にします。使用方法。スーツは手袋とヘルメットを固定するネックと手首の回転リングを使用して簡単に取り付けることができます。コントローラー。脈拍とか脳活動を、検査します。はい。HPS? お？なんだこれは？オミクロンにあるってこと？Come on, let's activate the power suit. あ、わかったわかった。これ何かなと思っただけ。ポット D。はい。確か D だったよね。Not exactly great aim at you. Don't write it off just yet.Remember what we found out at Theta? The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside.
Guess you're right. What about the WoW? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. なるほど。I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here. あ、その3つを見つけなきゃいけないってことね。はい。じゃあ戻ればいいかな。どこで探せばいいのかな。そういうのって何？大型ショッピングモールに売ってるもんなの？そんなわけないよね。ストラクチャーゲルっぽいのはここにこぼれてるけど。どこにあんのかな。ここ開ける？とりあえず。え？これなんか外に出そうじゃない？まあ、外に出る感じだけど。これここじゃないか。リモートコントロール、ん？これオムニツール借りていいのかな。ああ、そこ空いてんのか。ごめんごめん。分かりやすいところに置いてある。このロッカーの中とか隠してないよね。この中に実は3つありますみたいな感じで、いろいろ探してはもらったけれどもみたいなね。無駄骨ここに来て。じゃあ、ちょっと待って、同じ道を2回歩くときは気をつけろ。ホラーゲームの鉄則的なところあるぞそれ。ありますからね、お約束みたいなのがね。行くときは大丈夫だったのに。どこだろうな、そういうのが。どこにあるもんなのかってのが分かんないから。でもまあ、うろうろしてれば見つかるか。暗いな。ただただ不安ではあるよ。何か探し物するって時はね、何かしらの障害が。これは燃料タンクみたいなもん。おお、これちょっと大変そうだぞ。マップでどっかで光ってくれるわけでもないしな。まあ、重要そうな設備のところに、あ、こういうとこ、こういうとこ、こういうとことかに置いてそう。どうだ？なんか明るさまになんかありそうな感じだけどな。お、これ今見た？投げてからすぐ取ったらキャッチできる。ほら、どうでもいいね。なんかパソコンとか起動するようなところでなんか開いたりするのかな。まあ、こんな棚とかに置いてないだろうし。まあそんな意地悪するゲームじゃないですからね。なんかこう分かりやすく置いてんだろうな。でもここはなんかちょっと、ありそうな感じだったけど。こういうところとかね。ストラクチャーゲルってのは開かないか。まあ、とりあえず行ってないところ。何がネチョネチョって、歩くとネチョネチョ言う。この辺とかになんか書いてんのかな。シェリー、ラフィー、ロス、到着時には死亡。誰かの日記っていうかレポートみたいなのがある。何なんか変わった？画面が変わった。なんだこの赤い部分は。これいけないってこととか。ロック無効化、エラーロックダウンを解除、故障位置を探索中。何？やべ、変なボタン押しちゃったっていう話。なんだこれ。ゲルを持っていけ。変なメッセージが見えた。
なんだこれ、シーケンスをリセット。ん、何してんの。あ、なるほど、こう全部通っていけってことか。私を信じろ。誰、しまった、こっから始めちゃダメなのか。こうか、どう、じゃじゃん。あ、これがロックダウン解除のパズルな。えらー、ちょっと、止めなければ。パズル安心解けた、パ、誰かいる、わ、びっくり、文字出てくる、どこ行くっていう話。誰今の幻覚。まあ、とりあえずなんか電源入ったみたい。わかんないけど、あれれれれれ、入っちゃったよ。あ、スキャン中ね。手荷物検査じゃないけど、あの普通にね、検査ね。よっ、あ、なんかそれっぽいのが。また首飛んどる。それっぽい施設がある。あ、これか、開く。届かない。なんだ、なんかこんなスピード見たことないみたいなこと書いてある。何のスピードだこれ。テストグループ、あ、ストラクチャーゲルのなんか実験レポートみたいなものか。これか、チップが故障してる。ああ、これ刺してあげる。ん、このチップ、何、何してんのこれ。非人道的な実験。待てよ、このチップどこに刺すんだ。おお、ってことはこの辺チップ入れるところある。ありそう。あ、マウス、ネズミ。あれ、さっき取ったチップを何かどっかで何かしそうなんだけど、これはパソコン見るか。まずこちら、回路模倣、セットアップ、理想的とは言えない、全開結果を確認、全姿勢ショック、死、シータで、ストラクチャーゲル、数式をテスト。あ、ストラクチャーゲルだ、これ。おー、なんか時間が経つにつれて、なんか形成していく。何かが出来上がった。1日経っただけで。それがこれか。ストラクチャーゲルってのがなんかよく分かってないんだよな。なんかそういう実験してる液体だったってことか。ストラクチャーゲルで別のマウスを蘇生。今回はイームスが生成した未調整ゲルを使用した。え、止めなければ。またこの処置によりこれをいくらか操る能力が提供された。圧倒的な証拠により全ての異形生物、魚、サメ、さらにはヘルパーロボットもストラクチャーゲルを通じてワウが操作していたと結論付けられた。なるほど、その媒介っていうかワウが操作するための媒介になるもんなのか。ウイルスを探せ。彼らは何らかの形で帯電ゲルを浴びることでその性格に影響を及ぼすような、眼性の発育に襲われる。 AI については具体的にいくつか特定するのが困難なものの、全ては小惑星が地上を滅ぼしてからすぐに始まった。なるほど。また誰かいる？いない？とりあえずこのチップをどうにかしなきゃいけないんだな。まあとりあえずこれなんかやってみる？あ、ストラクチャーゲルなんか注入してる？おお、なんかしてる。